こんばんは。夜ですね。夜の森ですね。寒いですね。寒いですね。ということで焚き火をしましょうかね。やった久しぶりかもしれない焚き火する。そうだね、去年の冬、うん、今年の冬か、あのあれ以来してなかったからね。そうだね、焚き火は。でね、今回焚き火に一つ小道具を加えちゃうかなと思って。小道具、魔法使いになれるやつ。何それこれです。アートファイヤーっていう粉。怪しい粉じゃないのこれどこで仕入れてきたんだよ。怪しい。これはね、あのアメリカの某ネット販売会社、極限まで怪しきようとしたけどアマゾンじゃないのアマゾンです。なんかちょっと焚き火のね炭が欲しくて探してたら、なんかおすすめに出てくるアマゾンのあなたにおすすめみたいなやつ、うん、でこれが出てきてすごい怪しいんだけど、なんかねこれを入れると焚き火がレインボーになるらしいんですよ。怪しいよ。ぜひやってみたい。ちょっとなんかこの絵柄も怪しいよね。やばいんだよね本当になるのかなじゃあ試してみようか。やってみる。じゃあまず焚き火、火起こしからやろうか。火起こしか、久しぶりに火起こすな。薪を細く割ってますけど、買った。さっさとついてくれていいんだけどね。本当だよね。なんか冬に比べるとこれ使えるものが少ない。そうだね、乾燥してないからね。来ました。結構簡単についたね。ついたね。よし、じゃあこのアートファイヤー謎の粉を大丈夫か。袋のまま入れるらしいんだけど。そのまま、うん、なんかね結構環境基準みたいなのがかなりクリアしてる。環境に優しいらしいよ、見た目に。それは見た目にすごい。なんかいかにもなんか毒入ってますみたいな見た目だけどねじゃあやってみます。いやいきます。うん。それすぐ来る？来ると思うよ。え？いやまさか。え？うわ。やば。すごっ。青。青い。この周りだけ青い。青くてさらにすごい。すげえ、めっちゃ綺麗じゃん。すごくない？あれ？青いちょっと緑っぽくもある。すごい。何色これ？水色？青。なんか青い炎ってさ、うん、あのキッチンのガスで見たことはあるけどさ、ね、違うよねそれと。なんかこんな大きい青い炎見たことないから。だってさ、この青違くない？緑っぽいじゃん、むしろ。あ、こっち緑になってきたね、うん、なんかオーロラみたい青い緑、なんかちょっと緑が混じってきた気がするね、全体的に。これさ、袋開けてさ、うん、振りかけたらどうなの？大丈夫なの？何も悪いもん入ってないよ。やってみよう。やってみよう。ワイルドだね。手出して。これ合法だよね。合法。怪しい。なんかバブみたいだね。入浴剤。本当だね。なんて言うんだっけ、ハリポッターって。
ハリーポッターエクスペクトパトローナム、それは違うじゃん。ワープするとき、ワープするとき森人じゃん。森人か、うん、よし、行くよ、行くよ、せーの、森人。おお、すげえちょっとくせすごい、ここ森人の炎出たな。森人の炎出たね。ほらすごい、上から振りかけたとこが、かけたとこ、そばから色が変わる。綺麗だね。キャンプでは見ない炎だよね。だね。キャンプではっていうか見たことないね、この炎。最後残り一袋入れちゃいますね。はい、うわ、すごいな、やっぱかっこいいかっこいい。これさ、これですごいなってならない人多分いない。いないよね、ハリーポッターの世界。そうで、まあ、実物は実物で綺麗だけど、その映像の CG っぽさもまたすごいです。そう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 。音もいいね、このジリ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 ってなんか。これ理科の授業でやったよね。覚えてますか？忘れました。炎色反応。忘れた忘れた。あ、でちなみにこれは5袋で Amazon で1600円ぐらいだったかな。安いのか。安いのか高いのか、うん、よくわかんないけど。この相場。でもこの楽しみを味わえると思ったら。うん、よくない。なんかキャンプの時とかさ、うん、いつもの焚き火に飽きた人はいいかもしれない ね。まずだってこの写真映えがやばいもん。やばい。動画もやばいし、うん、ぜひ、ね、やってほしいよね。やってほしい。秋のキャンプで、うん、全然あの有害物質とか出るやつじゃないんで安心してやってください、はい、全然映ってない。暗すぎて映ってないこっち。これはちょっとまたリベンジ、リベンジっていうかリピートしたいね。リピートしたいね。今日こんなところで、はい、暑いね。暑い。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。はい。ドラゴン。